31日朝ごはんはボルシチ。イエーイ。パニャと寝起き一番にボルシチを食べます。いただきます。このホクホクのジャガイモがね、とっても美味しかった。過去も食べた。ここはなんか管理人の寝る部屋で、寝るスペースで、今みっちゃん管理人が仕切ってます。小太郎くんは寝るときに2階に行ってはいけないので、クッション弁小僧なのでいつもここでね、寝るんですよ。で、誰が寝るかっていうので、私が管理人を担当させていただいて、私が1階のソファで寝ております。はい、12月31日お昼ご飯、朝ご飯と同じものがあります。そして食パンに半分はバターといちごジャム、半分はレタスと卵のサンドイッチだよ。ハンニャは全く同じです。同じです。いただきます。いただきます。どうやって食べればいい。うん、いい音。おいしい。うん、タコ。これは何大って言うんですか。このちっちゃいタイはなんて言うの。レンコ大。レンコ大。紅白かまぼこと、これは端っこだ。めさこちゃんと私の傑作。あ、見れ。じゃ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 ーん。お、素敵。おー、綺麗。え、下のだもん。うわー、ここに明日タイが入ります。え、あのタイ入んなくない。大きさ的に乗せるだけ。うわー、綺麗。エビでもいいけどね。エビ焼きです。おお、これは手作りだもん ね、ママも、ママがこれ作ったんだよ。もうここにエビちゃんもあり、小太郎くんも手伝ってます。お、お、お、ステップ踏んでます、ステップ踏んでます。あ、困った困った、小太郎困った、小太郎困ったね。いいんじゃない。あ、いいじゃん。大葉とかヨガとかね。うん、乾杯アゲイン。ハンニャがいないけど乾杯。今年も1年ありがとう。大晦日一番最後に食べるものは、いただきます。焼酎飲んで。キャキーン。朝ごはん、ないよ。というか、おせち。おみきないよ。ここにサーターアンダギーがあるのが、なんとも言えない味を醸し出しております。これ可愛いね。やたらリアルな虎の絵。それでは新年おめでとうございます。はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。一人なんか手術中。いただきます。おいしそう。大好き私これ。お雑煮。はい、美味しい。うん、美味しい。チャピーヌのお昼ご飯。キーン、うん、ラーメン、オープンサンド。あ、顔色よしにそう、見て、ハンニャ。本当だ。夜ご飯だよ。これは何ですか、ハンニャさん。タコの柔らか煮です。と、なんかここはおめでたいものたちと、お蕎麦と筑前煮と、たーい。美味しそう。元日の夜ご飯。1月2日です。1月2日午前中ご飯、朝昼決めよう。ほぼ昼ご飯。ミニラーメンと、これは甘酢、生酢、生酢とサンドイッチと昆布巻き。いただきます。美味しそうです。いただきます。熱っ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 。うん、美味しい。あっさり醤油ラーメン、優しいね。うん、とても最後。うん、おいしい、おいしい。1月2日夜ご飯、これは香箱ガニのトマトクリームパスタと、たらこのレモンクリームパスタと、サバ缶の三つ葉あえと筑前煮とアヒージョ。バレット。美味しそう。とっても美味しそうじゃないの、これ。美味しそう。いただきまーす。1月3日夜ご飯。今日はちゃんこ鍋だよ。うん。楽しみだね。美味しそうなちゃんこ鍋だよ。
どでかローストビーフ、美しい断面を見てください。これいやー、どう？ハンニャ難しい、結構難しいんだこれ。美味しそうです。あー、めっちゃチャキーン、圧巻の、ドゥ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 、美味しそう。私の手と並んでも全然大きさはすごいよ、うん、すごい。このまな板一つ分だからね、切ったらね。3キロでしょこれ、うん、わあ。1月4日本日の夜ご飯、ただだーん、ローストビーフ、じゃーんとサラダとブイヤベース、美味しそう。これは山わさびのソースとバゲット、美味しそうだねパパ。うん、楽しみ。食べよう食べよう、お腹すいたので3、はい、いただきます。